皆さんこんにちは。まつえ365日ずっとネガティブモンスターな、なんかこの日もが気になるマスカです。今日はですね、髪の毛にワックスとかスプレーを使って髪の毛何本こう角みたいに立たせることができるのかっていう企画でございます。こう何本こう角を頭の上に立たせることができるのかっていうやつです。それでは早速やっていきます。じゃあもう早速暑いんでやっていきます。そもそも頭に立つのかっていうあれなんですけど、あんま腕上げすぎたら脇毛が見えちゃう、何の話って感じですね。あ、全然見えてない。こうかな。ちょっと固めとこう。え、これでスプレーを使えばいい。スプレーもあんまり使ったことありません。昔美容師さんに言われたんですよね。あなたは癖っ気がすごいから、このワックス使わなくてもスプレー一本で髪の毛を遊ばせてあげることができるよって言われました。なりました。どんどん作っていきます。はい、今4本できました。前に3本、後ろに1本、どんどん作ります。どうしよう。美容師さんが言った通り、スプレーだけで前髪やってみたところ、立ちました。あんまり触ると、ちょっと待って、これワックスもつけないと。よし、次いきます。はい、角は何本立ったかと言いますと、 1,2,3,4,6,7,8 これだ、9本立ちました。意外と立ちました。皆さんもよかったらやってみてください。もっと手先の器用な人だったり、髪の毛が長かったりするともっと角生えやすいのかな、わかんない。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。